今、神奈川県藤沢市に来ています。向こうに見えるのは江ノ島です。皆さん、こんにちは。まっちゃん68です。竜宮城も見えます。近くにやってきました。竜宮城は小田急江ノ島線の片瀬江ノ島駅でした。ということで、今日は各駅停車藤沢行きの全面展望をお楽しみください。黒ネギと
作るのに高いから作ろうと思って、炊飯器がないから騒音ができる安い炊飯器を買って、それで見てみよう、ヨーグルト作ったんだって。見た。ヨーグルト。だからそれを買ったんだって。それですごい匂いがするから、その中に入れて、高価格なんだって。え？もう。高温するんだって。でも、もう一度だから、今、聞いたから、高温機能ができるんだって。すごい高いんだって。高いんだって。意外と短時間でしたね。折り返し片瀬江ノ島行きになります。お見送りをします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。